ゆりかなおちゃん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。可愛くてかっこよくて美しくて、私が憧れる全てを持っているかなおちゃん、すごく辛いことがたくさんあったと思うんですけど、そんな中でもひたむきに頑張るかなおちゃんを見て好きになりました。かなおちゃんを見ると幸せな気持ちになるし、私はもちろんたくさんの人がかなおちゃんから元気をもらっていると思います。かなおちゃんを通して私はあまり友達がいないのですが、こうして視聴者さんとかなおちゃんのお話だったりをできてとても幸せです。そんなかなおちゃんに感謝を伝えるために、これからも、ずっと応援しています。かなおちゃん、ハッピーバースデー、大好きです。